はい、今日は9月の4日夜9時35分現在の腐敗した政治、行政、社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に強制を求めるとともに、市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車、メアリ版東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。さあ、昨日最後に皆さんにね、お伝えした通りに、今日朝からいつも調査に行っている三重県の伊賀上野市へ行ってまいりました。そしてね、国土交通省が河川の土砂を大量にね、富士山のように積み上げていた、その場所が、富士山がなくなって、どうですか皆さん、このようにこれ見た目がもう田んぼになっていますね。ところがこの田んぼが大きな問題になっているんですね。なぜならば、これこちらの入り口から見たらゴルフ場のように見えませんか。これがね、向こう100メーター、いやいや150メーターぐらいある下がね、棚田で、棚田というのは段々ですね。この棚田でなくてはダメなんですね。ということは、一番奥の方は20メーターか30メーター積み上げてあるわけなんですね、土が。違法に。またまたね、新しい証言者が現れたんですね。この一番奥の方ですね、この奥の方ね、この手前から見て一番奥の方は、つまりこの手前よりも20メーターぐらい低くないとダメなわけなんですね。棚田になりませんね。これは平田ですね。これがね、おかしなことが起こっていることが、今日ね、久しぶりに伊賀上野市役所に行って分かってきたんですね。以前にもお伝えしましたように、この場所には平成27年3月の26日に田んぼの土壌改良、つまり土の入れ替えですね、するからといって、ここに設計図、図面が提出されていたわけなんですね。それを受理したのが伊賀上野市役所の農業委員会という窓口が、これを受理して、そして3年間の許可証を与えたわけなんですね。その第一項目に、期間は3年間として、この末日をもって、許可内の、ね、許可期日をもって原状復帰することって書いてあるんですね。さあどうですか、平成27年の3月の26日に下された許可証、もう30年3月25日には期限切れになっていたわけなんですね。そして今年の3月6日から3月の27日までね、まあ土日を休んだとして約20日間、ここに毎日60代から70代の国土交通省国土交通省近畿地方整備局の名張出張所の木津川河川の土砂搬出の工事が行われたわけなんですね。この土砂を請け負った業者が、このところに、先のほどね、このね、田んぼの中、田んぼ改良するといって、田んぼ改良の届けを出して、そしてここにね、以前に見せました通りね、なんと富士山のように
土砂積み上げてありましたに、この積み上げた土砂、なぜそのようなことをしたのか。さあ、この作業員が証言してくれたんですに、会社の社長が、これは売れる土だからここに積み上げるように指示されましたって言うんですに、国土交通省は国民の税金を大量に投入して企業に工事を発注して、そしてこの工事を請け負った業者は国交省から請負金額をもらって、その土を自分が確保した田んぼのね、改良すると言って虚偽の申請をして、その田んぼの上に富士山になるほどね、仙台から1500台の土砂を積み上げていたわけなんですね。そしてこの土砂は金になるとね、よその埋め立て地に売れると言って、ここに積み上げておけと言って積み上げたらしいですね。さあ皆さんね、この積み上げている富士山を私が見つけて、近畿地方整備局、名張出張所や伊賀上野出張所に対してね、あなた方が発注した木津川や服部川の河川の土砂が大量に許可のないところに積み上げてあるではないか。ね、これをなぜね、このような許可もないところに持ち込んで積み上げているんだといったところ、近畿地方整備局名張出張所の職員は、国交省の公共工事発注に対して許可のないところには土砂は入れませんと、このように豪語したわけなんですね。その時に私が、私は今開示請求で調査をしている道中なんですよ、あなたは国交省は許可のないところには残土は入れませんと言われたが、その言葉飲むことになりますよと言って、私は席を立ったと何回も言っていますね。さあ、私にバレてから1ヶ月の間に全てその富士山の土地を持ち出した。どこへ持ち出したかと言ったら、2箇所ですね、分かっているのが。1箇所は採石の工場をやっているところに売った。ね。もう1箇所は、これから名張の葬儀場、よくありますね、葬儀場を作っていきますね。この葬儀場を建設する予定地の田んぼに埋めた、空き地に埋めた、その写真が今日ね、見してもらいました。しかしそれは他人が撮った写真ですから、私が写真を撮りに行きますからね、その場所の地図を書いてもらえませんかといったところ、地図を書いてもらったんですね。さあ来週に私本人がね、この業者が残土を売った、埋め立てしたところを写真を撮ってきてきますね。そしてね、この中に異常なものが大量にね、埋蔵されているという証言が出てきたんですね。この下ね、これはもともと地目は田んぼなんですね。この田んぼの下になんとね、皆さん、あの土のを積む時の一トン袋ね、一トン入る大きなね、袋があるんですね。ビニールで作った、ビニールと布製の一緒に負担にした土の袋、一トン袋ですよ。これがね、材料が入っていたもので、それを使い終わったそのトン袋ですね、これを埋めてしまったら当然産業廃棄物ですね、腐りませんから、ナイロン繊維が入っていますから。どのような悪いことをしてそれをね、
この田んぼの中に埋めたかというと、最初はね、カムフラージュで田んぼをね、土壌改良するということで、田んぼを掘り上げてね、そして土をね、持ち出して、なんと排水ですね、雨が降ったら田んぼね、水が溜まりますから、その排水を下の池に、ため池を作るようになっているんですね。そのため池に流すために500ミリといったら直径50センチの土管を入れたらしいんですね。パイプですね。そしてそのパイプには無数の穴が開いているわけなんですね。なぜその土管にパイプに穴が開いているかというと、水が田んぼですから下に染み込んだら、その水が下のため池に流れるように、その無数に開いた穴からね、その水がパイプの中に入るようにね、そして埋めたと。2、30メーターのパイプを3本ぐらい埋めましたとね。そしてパイプを埋めて上から直接土をかぶせたら、そのパイプの無数の穴が目詰まりしますから、このパイプをね、石材、つまり石のね、石で埋めたらしいんですね。要するに隙間があるようにね、石で埋めたと。そうした場合に当然水が染み込みますね、そのパイプの中に。ところが上から石を入れて土をかぶせたら、土がその石の間に入っていきますから、そのパイプの目詰まりを起こすから、その排水の役割を全うしませんね。ですからパイプを無数に穴の開いた500ミリと言いますから、直径50センチの土管です、管ですね。パイプを入れて、それを石で埋めて、石でね、石周りに石でね埋めて、上にも石を乗せて埋めて、さあそこに土をそのまま乗せたら、石の間に砂、ね、土が全部入るから目詰まりするために、その上になんとその土の袋、一トン袋やったらね、要するに1メーター、1メーター、1リューベ、2リューベぐらい入るんかな。要するに高さね、1メーター、500ぐらい、横幅、丸いね、直径1メーターぐらい。その空の袋を、伊賀上野や名張で集めて、上から被したらしいんですね、その、土管を埋めて、石で埋めて、その上に、その上から土をかぶしたというんですね。さあこのね、どこの現場で20枚あると、どっかの現場で30枚あるとね、ビニールと半分ね、強いですよあれはね、絶対に腐らない。それを持ってきて上にかぶせて、その上から土をかぶせてあるっていうんですね。これ産業廃棄物ね、途方もない産業廃棄物を埋蔵していることがね、それを行ったね、人の証言で分かってきたんですね。さあそれを行ったのは一人ではありませんね、楊さんそれを知ってやった人間がおるわけなんですね。そしてそこには違法に無届けで木を伐採した、その木の根っこなども皆埋めてあるって言うんですね。これも産業廃棄物ですね。さあここでね、大変おかしな不思議な事実は小説よりもきなりという物事が発覚してきたんですね。このことはね、このライブでは言えませんね、なぜならば三重県がひっくり返るようなことになるような重大事件になるんじゃないかなというようなことが、このここに隠されていたんですね。さあね、
この中からね、この中から三重県県庁やさまざまなところが大事件となるのではないかというようなことが情報が飛び込んできたんですね。これはね、来週に私がね出向いてね、現在の伊賀上野市役所の所長、市長ですね、岡本栄さん、栄っていうらしいんですね。今日そこの4階にある役所の4階にある市長室へ行ったところがね、当然ね、私は市長に面会するよりも当然市長課長ですからね、その市長課長に在宅ですか、在籍されておりますかといったところ、女性職員が出てきて、今議会中ですのでね、おそらく5時過ぎまで議会が行われていると思いますと、ああそうだなとね、3月6月9月12月9月11月には議会がありますからね、47都道府県1700市町村においてね、ですから議会中ですね、言われたので、私はね、地球環境問題会議の名刺をその女性に渡して、秘書課長がお戻りになられたら私に電話連絡いただけませんかといったところに、6時前になって電話がありましたね。そして荒ましに、ね、かいつまんで話を説明して、今議会中なので来週において30分ぐらい時間空く時がありますかと言ったら、ありますと言われたので、ならば火曜日にもう一度電話いただけませんかと、水木金の3日間のうちでね、課長が時間取れる時間をおっしゃっていただいたら、私が大阪からまた寄せてもらいますからと言って電話を切ったんですね。さあ、この田んぼの土壌の入れ替えは農業委員会がね、管理するわけなんですね。ところがね、三重県はね、この東大阪ですと田んぼの水利権がありますね。例えばね、水源というね、川が小川が流れるまでにはね、その山林の一番源泉ですね、そこから河川の流れていく溝があるとね。ところがそのね、水が流れるはずのね、側溝が埋められてなくなっているんですね。そうした時にこの持ち主がね、なぜここには砂防法があったんと違いますかと近所の人が聞いたら、いや砂防法はね、ここはもう解除になったんですよと、このように地主が答えたというんですね。それなので私が今日ね、三重県庁の出先の伊賀庁舎行ってね、管理課に行って聞いたところに、この私がこう質問したんですね。この地区の第一現場の水路が消えていますがね、この持ち主が砂防法はどうなったんですかと聞いたところ、近所の人が聞いたところ、いや砂防法はもう解除になったんですよこの土地はと言われたらしいんですね。皆さん、この水路の砂防法、山あってね、水の源泉、これはね、水は皆さんご存知のように国の管轄なんですね。管理のもとに水は国民にね、売られているわけなんですね。そうした場合に砂防法というのはね、一番源泉の上で大雨降った時なんかね、要するに土砂崩れとかね、その水をためる時のね、ダム形式のね、要するに堰を作っていく、そういうね、ところは必ず砂防法があって、その法令のもとに管理をしなければならないとなっているわけなんですね。ところがこの持ち主は、いやいや前は水路があったけども、もう今
砂防法会場になってるんやとこう言われたらしいんですね。ですから私が今日行って尋ねたのはね、これ砂防法というのは国が決める法律ですねと、これを解除するには当然書類は国のね、行政機関の国の認可でね、制定したり解除したりできるんでしょう。そうですと。ならばね、三重県庁はね、県では判断できないから当然国にこれは申請書出してあるんでしょうねと。ですから解除になったということを聞いているので、その解除になった理由書をもらえませんかと、開示請求しておきますんでと言って届けをしておいたんですね。ところが担当課長はそんなところ解除になってないと思うんですね。それやったら話が課長おかしくなりますよ、ね、勝手に水路を埋めて砂防法は解除になったと言って虚偽のね証言をして、そして水路を埋めていたらこれ砂防法の違反になりませんか。これは事件ですね。ですから私は砂防法が解除になった理由書が欲しいんですよと言って開示請求して帰ってきたんですね。そしてもう一つね、この何回もお見せしているこの土地ですね。この土地のね、この土地の田んぼのね、土壌入れ替えの許可はもう2年前にね、抹消していると、期限切れになっていると、私が今年の4月にそれを指摘したんですね。ところがね、不思議なことが起こっているんですね。この土地に対してもう一回延長願いね、この残土の入れ替えの土壌の入れ替えの延長願いの許可が下りたというんですね。5月にそれも。さあ皆さん、私たちね、市民が行政に対していろんな許可をもらうときにね、ああここが手落ちだ、ここがね、この書類が足らないといろいろ言われませんかね。きっちりとした書類がないと、そういう許可をもらうときなどはね、書類が不備だったら、あ、これだダメですと断られますね。しかしこの業者はね、私が4月に指摘して国土交通省指摘したものが伊賀上野市役所から農業委員会からね、たった1ヶ月も経たない間に期間延長願いの許可を出したというんですね。さあこれ調べたんですよね、なんでそのような忖度ができるんだとね、普通に正式な手続きでもいくら早くても1ヶ月か2ヶ月ね、ところによったら3ヶ月半年かかるんではありませんかと、許可が。それなのにこの業者にはたった10日1週間か10日で延長願い許可を与えたというんですね。ですから私がね、もう一枚の開示請求は、ならば延長願いの許可、どのような申請書が出されたのか、すべて開示請求を今日行っておいたんですね。ところが調べたら出てきましたね。この業者の身内が役所の偉いさんの部長でいるっていうことを聞いたんですね。さあ皆さん、役所の部長といったら担当課が違っても忖度できると思いませんか。次から次へとね、この忍者村ですね、伊賀上野といったらね、隠蔽すること、隠すことにはね、長けているかも分かりませんが、さあそこにね、地元の正義あるね、ダンプのね、運転手などは忍者村に赤影が来たと、赤い外線車の赤影が来てね、忍者村の不正事を調べている
ならば自分らが不思議に思っていたことをこの赤影に情報提供しようという人たちが次から次へと現れてきたんですね。そして今日ね帰ってきたのが8時ぐらいだったんですね。そして帰って食事をしていたところになんとファックスが届いてきたんですね。このファックスにはね、あの花はじめあっと驚くためごろっていうのがありましたね。そのような内容が明確に書いてあるんですね。さあ三重県の皆さんね、この届いたファックスと情報を寄せてくれた正義ある三重県民のね、市民の皆さん、私が暴いてあげましょう。ね、よく言われますね。事実は小説よりもきなりということわざがありますね。このファックス一枚に書かれている内容、単なる情報ではないんですよ。ね、この情報は三重県がひっくり返るような情報なんですね。ですから、また食事をしているときにね、正義ある人から電話が入っていたんですよ。ね、なんと、違う業者、今度違うところですね。土曜日曜日に自分とこが不正に受け入れしていた産業廃棄物をなんと親子か兄弟で運び出しているっていう情報が届いたんですね。市民の皆さん、三重県の皆さんね、1年ほど前に大阪の岸和田から船に積んで土砂を三重県の尾鷲市に港に運んで、その土砂を近所の尾鷲市の山の谷に投棄していたね、その問題が確か三重テレビかどっかでね、放映されたはずなんですね。その現場の船の積み込みダンプカーが来てね、ヨンボで積み込んでいる映像、そして三重県には土砂受け入れの許可が放任で今まで制定されていなかった、このようなことが報道されていた時に、私が1月の18日ね、おかしな不思議な変なことが行われている、これを私が国土交通省や三重県庁やね、担当者にね、これをなぜこういうことが放任されてるんだ、この三重県はね、伊勢神宮というね、神聖な聖地ではないか、ね、ここをこの3人をね、産業廃棄物などで汚すとはね、そのような不届き者は取り締まらないのかという抗議の声を上げたんですね。さあそれから慌てた三重県はこの4月から土砂法っていうのを条例を制定したんですね。そのパンフレットをね、5月に行ってもらってきましたね。さあこれからね、三重県大変我々にしたら、市民にしたら面白く、三重県にとったらね、大変なことが起こるかもわかりませんね。まあ楽しみにしておいてくださいね。私は着々とね、さまざまな情報をもとにね、その裏付け調査をこれから行ってまいります。いやいや、私一人ではちょっと難しくなってきたかなというね、大変ね、重大なニーズが入っています。